鈴木の選手は水口哲也選手です。僕の順番が回ってきたんですけども、僕いろいろ去年いろんな方と絡ませていただくことが多くて、僕どうしても去年から一個挑戦したいことがありまして、こうやっぱいろんな方と絡んでるとやっぱ特に芸人さんと絡むことが多いんですよ。じゃあこう芸人さんと絡んで何をやりたいかって言ったら、僕ちょっと去年からずっと漫才に一回挑戦したいみたくてですね、どうぞだよこの流れで温かい感じで見ていただけたらあれですけど、どうしてもやっぱ一人だとできないので、せっかくなのでボッケモンという、まあ、お笑い芸人さんがいらっしゃるんですけど、野村龍之介さんにご登場いただきます。どうぞ。初めましての方が多いと思うんで、自己紹介のほどさせていただきたいと思います。僕ですね、普段ボッケモンっていうコンビを組んでるんですけども、その活動場所がですね、浅草にある漫才協会っていう、知ってますか？知ってますよ。地元です。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。で、そこにある反社会的で、なんでやねん素人殴っちゃダメだよ素人チョックって絶対おかしいでしょうがこれがツッコミなんだよ。いやいや激しいわ。じゃあそこにね、どういう芸人さんがまずいるかっていうのを紹介したいと思います。まず最初、ナイツ。おー、 U 字工事。おー、で、その後バイバイ、ワッショイ、ダブルアップ。後半誰だよなんかボケたらチョップされんのこれツッコミなんだよ。ボケてないじゃん。ボケてない。いやいや、ほんと後半全然知らない芸人さんがね。ああ、そうかそうかそうか。まあ、私やっぱ自己紹介していただいたんですよ。簡単に自己紹介させていただくと、まあ売れてない芸人なんですよ。いやいや、ちょっと嘘だろ皆さん見ました、この腰の入ってないなかなかちょっとすることないですからね。腰の入ってないツッコミだから売れないんですよ。いやいや、僕は今から腰の入ったということで、上の方を脱いでいただいて、脱いだ方がいいですか？脱いだ方がいなんでやってんの。おかしいでしょ。なんで俺だけチョップされなきゃいけないの。いや、これやっぱね、やっぱツッコミ、チョップじゃなくてツッコミですから、これは。ね。ねえじゃないよ。ねえで胸に手を置くんじゃないよ。どないやん。これ漫才じゃないよ。ないもん。いやいや、でもこれちゃんと腰の入ってる。腰の入ってる。じゃあこれ最後特別にいきましょう。もうええ。おかしいでしょ。